山本健太です。よろしくお願いします。言ったことはもう自分が叶えなきゃなって思って達成会社になった時に気づいたことがあったんです。ダンスうまいよって言われることがないし、今日はちょっと夢への挑戦っていう題材でしたけど、はい、講演会の、内容を、ご清聴していただき誠にありがとうございました。はい、もう一回いきます。1、2、3、はい、OK ですか。はい、はい、ありがとうございます。